どっか行っちゃいそうだな。さあ始まりました、ぽかぽか大作戦。今回のゲストはこの方です。はい、ふかちゃん。どうもどうもはい、どうも、はい、どうも。もうちょっとテンション上げてくるかと思ったんですけど、スッとね、スッと来ちゃいましたね、はい、どうも。あの前回でまあ編集はストップしちゃったんですけど、うん、基本勝率5割5割超えてるかもしれないくらい。お、結構ね、大のスペック的にもね、勝率今結構下がりがちなんですよね。うん、そうですね。すごいのがある代わりに、それで5割って結構すごいことです。しかも実践時間ももう言っちゃうとマジで3時間ぐらいしかないですからね。確かに。それで勝ってるって結構すごい、すごいと思います。選ばれた人たちなんですか。いや本当に選ばれた人たち。やっぱ違う。違うのかなって言ったんですけど。っていうことなんです。っていうことはパンダさんね、そういう風に言ってるパンダさん今日ね期待してますから。いや頑張りますよこれ。はい。まあちょっと、はい、そうですね。でおさらいしますと、はい、この番組は、皆さんで3人で乗り打ちをしてプラスサダマを目指そうという番組になっております。でプラスサダマになると一玉でもいいんですけどなるとご褒美ゲット、はいはい、でそのご褒美っていうのが、本日お邪魔させていただきます、チャレンジャー光が丘店さんから、まあ、いつも近くにあるお店に行ってご褒美をいただくんですが、はい、今回ヒントもらってます、まあ、毎回もらってるんですけど、そのヒントというのが、棒の棒の系。何それ。これだね、棒のってこれですよね。何それ。え、棒のって言うときこうやってみんなこうやってやりますよ。何棒。え、なんかあんまピンとこない。え、嘘でしょ。全然わかんないんだけど。え、ちょっとプレゼンして。あれですよね、美味しいの日本語じゃないやつ。あ、でも何か、何か語、何か語なんですよ。なるほど。あれじゃ、あけぼのって言うんじゃないの。ちゃんとえ、あけぼのの逆。あけぼのの逆は逆ってことですか。棒の系でしょ。棒の系、棒の系男子ですか。分かんないけど、ちゃんこの可能性あります。ちゃんこワンチャンあります。棒の系男子。キノコ鍋、キノコ鍋、鍋かぶりですか。鍋、私ね、最近鍋にハマってて、毎日1週間ぐらい毎日鍋してる。あ、じゃあ行って行って。もうやだ。あ、やだ。普段食べられてるんだね。そうそう食べられてるんだね。そうです、ご褒美だし、お腹空いてるからいっぱい食べれる。まあでも多分日本語じゃない。まあ分かってたけど、負けまって言っちゃったよ。分かりますって言わないでくださいよ。知ってますから。すいません、大丈夫ですよ。すいません、忘れちゃったよ。はい、ということで今回もご褒美ゲットするために頑張りたいと思います。それでは実践スタート。え、着メロの時代ですか。そうだよ、まだ。そんな昔のアニメなんですか。あ、昔のアニメっていうか、パチンコ出たのがその頃。え、パチンコ出た時に着メロでしたっけ。今年ももう1ヶ月が過ぎ、時の流れは早いもので、今回3人がお邪魔したのは東京都練馬区にあるチャレンジャー光が丘店。こちらのホールにはパチンコ148台、スロット151台を設置。最新機種から人気機種までバラエティ豊かなラインナップをご用意しております。ちょっとじゃあ俺攻めますよ今回。あ、マジっすか。私ダンバイ。よし、アクエリオンでいきます。さあ、じゃあ私ダルバにしようかな。打ってって言ってるし、打つのじゃーって言ってる。ザルバそんな口調じゃないか。さあ、打っていきたいと思います。はい、OK ですか。いいですよ、整っております。なるべく早く当てて。そうね、俺は一応さ、一番ね、はい、一人だけミドルだから。でもまあ言うてもミドルじゃないですか。そうだね、結構王道の、ね、スペックですよね。そうだね、エリオンだと。そう、あのアタカク演出とかいっぱいあるから。そうですよね、結構法則とかたくさんあるんですよね。シンプルながらもね、その辺もね、いけたらいいなと。そうですね、思っておりますが、私とハッチはね、アマレジだから、はい、とにかく投資を抑えて早くね、当てればいいかなと頑張りますよ思います。はい、じゃあ実践スタート。はい、おー、これね、ザルバ朝出てるんですよ、このザルバちゃん。かわいいんですよ。はい、それでは CRA ザル金色になれ、ザルバとの契約スペックを簡単に紹介したいと思います。
ちら大当たり確率約99分の1のアマレジタイプで、ST 突入率 100% で ST 回転数が6回というタイプになってます。ラウンドは、4ラウンド、6ラウンド、7ラウンド、あと16ラウンドもあります。まあ、簡単に分かりやすく例えると、まあ、大海のアマデジのアグネスとスペックはもう似てますね。時短も全ての渡り後につきますし、ただちょっと海と違う点は、若干違う点は、357以外の図柄で当たった場合は必ず4ラウンド、5% ぐらい時短、電サポか、電サポ50回つく当たりもあるんですけど、それも4ラウンドです必ず。しかし基本は電サポ25回ですね。その代わり、357当たると、16ラウンドの期待も高まりますし、あと7ラウンドもあるんでね、結構連チャン率はまあ 40% ちょっとしかないですけど、時短引き戻しも含めれば、一気にアマデジとは思えない出玉とかもね、もらえる時もあるんでね。で16ラウンド引いたら連鎖も100回と、そこら辺もちょっと海と似てるんですけどね。あと今これお助け電池あるんですよ。今短いの止まったんで、狙いが出たら5発ぐらい打てばいいかなと思います。ですかね、右打ちした方がいいかなと思います。で、この電柱保留の消化はザルパトチャンスっていうのに、ね、発展します。これガロパトゲートみたいな感じですね。で毎回毎回この上のザルバがね、こう完成しようとするステップアップみたいなのがあって、これステップ3まで行くと、まあ、チャンスみたいな、ガロパトゲートでいう扉閉まったみたいなイメージですかね、なります。でへそと電柱は振り分け、まあ、内訳共通なんで、まあ、電柱で当たるうまみっていうのは特にないんですけど、レア感がちょっとあるんでね、ここでの当たりは1回ぐらい見せれたらいいかなって思いますね。俺このアクエリオンのさ歌みたいな、なんか主題歌が分かんないけどすげえ好きでさ、基本でもアクエリオンって音楽いいですよね。そう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 、昔だってあれ音パチだったからね。もうそう、そういうとこありますよね。そうそうそう、ほぼもう合体したいっていうキャッチフレーズが受けちゃってさ、あの当時携帯の着メロダウンロード数トップ取ったからね。 あそうなんですか。そうそう、アクエリオンのテーマ曲、着メロの時代ですか。そうだよ、まだ そんな昔のアニメなんですか。あ、昔のアニメっていうかパチンコ出たのがその頃、初代が。パチンコ出た時って着メロでしたっけ。着メロだって。さすがに着歌ですって。あ、着歌か、着歌ダウンロード、着メロってだいぶ昔着歌かな。着メロ多分だいぶ昔じゃないですか。ダウンロードだから多分着歌だ。多分そうなんですかね。着メロだって今聞いてる人います。いや、いないと思う。ないですか。私も今回のアクエリオのキャラ全く分かんないです。私も全然。これね、ハズレゴ、ハズレゴじゃんけんワンチャンあるよ。これチャンスアップ3つ。あ、ダメか。じゃんけんって結構当たるんですか。来た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 、3分の1で当たる、本当に。あ、それ面白いですね。お、いったいった、じゃんけん、じゃんけんリーチ。あ、お、さすが2回。さあ約 35% 信頼度で、あのね、だからじゃんけんポンじゃなくてチッケッタとかなんか変な地方ルールとかだと大当たりの方。へー、面白い。あとね、たまに後出し、負けた後にチョキに変わるとかいう後出しとかもある。そうそう、それも大当たりの方。さあ注目。さあ今のところチャンスアップは出てません。文字も普通ですね。おお、カット、カット、普通にカット。突角ゲッツ。あ、じゃんけんに当たる突角なんですか。突角エボルモード。やばー、すごい、かっこいいな。やば、俺仕事したわ。やばい、あまり後ろうちらに抜くっていうね、39回転すごい、やば、簡単やわ。さすがオープニングのビッグマウスは本当でしたね。簡単や、すごい、やば。さあへそ、へそ1回転もやめてね。これあれ、やっぱりやばくね。大丈夫かこれ。うわ、リーチかかっちゃったよ。うわ、え、へそ1でリーチかかっちゃった。え、それ
ってどうなんですか。あれ内訳ってどうでしたっけ。あとね、突角がちょっと多めで、まあ、通常だったらしょうがないんだけど、しかもあの当たるときってほぼ通常で当たるときはほぼ弱リーチで当たるんですよ。もう分かりやすいっていう。そう、あでもこれ赤、あ当たっちゃった。うわ、へそ1で当たっちゃった。通常ですか今ね、6図から。あ今ちょっと分かんないけど、うわ寒い、すごいな、早いな。五流に当たりが2つあったってことか。そうだね、ちょっとでも一応昇格もあるからダメだ。あれ、ラウンド中どこでしたっけ。ラウンド中ラブ、ラブラブになればどうのこうのって中でしたっけ。あ、なんかあったかも。あ、ある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 、ありますよね。エボルがラブになれば、はあ、そう、ラブモードみたいな格変に入りますよね。そう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 、そうだ、その昇格があったわ。でも正直厳しいかな、へそだし。止まれ、ネクスト、ネクスト、おし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 、黒騎士の疑似連ちょっとチャンスですよ。ダンバインのもう一個上の上の方の役物落ちてきた。あ、当たりそう。いや、当たりますかね。え、何の色引き返すなの。あ、そうでもない。これでダメなんですよ、この B。 あー、でも多分この機種の中で上から2番目ぐらいのリーチ。熱いよ、熱いよ、ビーチ自体は熱いよ。ボタンは？あー、あ、でも赤。当たった。当たった？当たった。当たった。当たりました。お、お、オッケー、オッケー。素晴らしい。よかったー。ダンバインってあれだよね、間口狭いタイプだっけ、ちょっと。そうなんですよ。あ、じゃあもうこの流れで説明しちゃいますね。どうぞ。はい、今打ってるのが CR ダンバインのアマレジですね。大当たり確率が約99分の1と。で、あのへそでの大当たりの約 35% で、あの VST に行くんですけども、大半が行かないと思って打った方がいいです。で、ただ ST に入っちゃえば継続率約 90% ぐらいある、とんでもない台なんで。この台爆発力すごいあるんで、この台にしたんですけど、ただ、その 35% に漏れちゃって、あの時短になっちゃっても、ちょっと時短が50回 あるんで、まあ、99分の1なんで、まあ、十分引き戻しが可能だないと。で、今、まあ、図柄が青で昇格画面で昇格しなかったんで、ここでしなかったということで、これ50回の時短に行きます。今一応時短中なんですけど、ほとんど ST 中と演出また変わらないんですね。で、すごい高速回転していくので、なんか長い演出がないままサクッと当たるんで超面白いです。いや、私説明しようかしら。お願いいたします。なぜか岡間区長になったけど。どうしたんですか、おねえ。いきなりおねえ。今普通にでもお願いしますって言っちゃったのに。そう、本で欲しかったのに。ごめんなさい。言ってくれなかったから自分で言っちゃって、いう悲しいやつだよこれ今の。オープニングから引き続きね。うん、まあね、まあ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 。時短中引き戻ししました、私。マジか、マジか。マジです。お、いいとこ入った。ってことは？あれ、間口狭いの行ったんじゃないの？入りましたよ。すごい。いいね。やる、やる、ハッチ。ただ興奮して何も書いてなかったです、私。
はい、私が今打っていますのがフィーバー創生のアクエリオンエボル319バージョンですね。大当たり確率はまあ今言ったように319分の1なんですが、確変突入率が 60% で、大当たり出玉の振り分けが ありません。突然確変はありますが、基本的に、図柄が揃えば16ラウンドという、まあ、一昔前のねオーソドックスな確変のループタイプです。で、確変終了後の、通常当たり後、まあ、普通の通常当たり後もそうですけど、時短100回とで、大体4回に1回ちょいぐらいで引き戻せる確率ですね、時短では。まあ比較的遊びやすいスペックかなと思います。こんなとこですかね。やっぱりオーソドックスなそういうスペックが一番いいんですよ。本当ね、なんだかんだ言って海シリーズぐらいしかなかったから、こういうのは。そうですよね、もう今は少なくなっちゃって。そうそう、久しぶりにインちゃうっていう。さあ時短終了、時短終了でござるよ。もうサクサク当たるんですよ、ダンバイン。あ、しかも3図から8ラウンド。なんか楽しそうだな、ハッチ。いやもう今 90% ループを楽しんでますよ、今楽しんでます。静かだからさ。そうそうそれなんかこれ一番いいモードにいる人とは思えない静かだったから。しかもハッチがだよ、ハッチなのに。どうした。いや山ですやっぱ強いですね、自分で言うのもなんですけど。とりあえず今8連チャン。おお早いね。そうだね。いやもう8連してんの。いやめちゃめちゃ早いんですよ。ただ出玉がちょっと少ないんで時間かかですけど、まあ、そうだよね、その継続率だとそうなるよ、ね、そうじゃ、もう継続は力なり、会社なりなんで。なんだよ継続は力なりなんで。じゃあ20回いこう、20回。はい、20回あるよ。全然あるでしょ、平均10とかでしょ、だって。そうですよね、継続回ぐらいになれば、はい、いやー、もうすぐ150回転か。私昨日さ、やってきたって言ってたじゃん。私昨日収録で、まあ、短い実戦だったんですけど一回も当たらなかったんですよ。で、まあ、短い実戦だから言うても500回転近くしか回してないんですけど、まあ、トータル私今600超えですよ。あ、マテチの600って結構やばいよね。辛い、辛いです。あ、でもダンバインの ST 中打つにあたって絶対気をつけてほしいことがあって、へそ保留が残ってる場合はへそで当たっちゃう可能性があるん でそうなるとまた通常に戻ってしまう可能性があるんで、絶対にデイサポで消化することを心がけてください。へそが残ってる場合は、へそ保留残ってる場合は本当に1個でも当たっちゃうこと全然あるんで。だって30分の1だっけ。そうです。だってね、パンダさんがさっき30分の1で1回転で。そうなんですよ、当たってるからね。全然あるからね。全然あるよ。怖い怖い。そう、アクエリオンのいいとこちょっと言っちゃおうかな、これ。お願いします。ね、保留変化ないんですよ。それ最高ですよね、これ。だからいきなりドンって激発演出とかドンってくるから。私も前ちょっと打った時に成功すれば合体っていう演出あるじゃないですか。合体チャンス、あれが結構いくんですよね。そう、あれで、保留変化とか先読みが強いっていうか、まあ、ほとんどそうだけど、あ、どうせこんなのテンパイするわけないんだよって思ってると、うん、そう、これはそれがあるんで簡単にするから。あ、テンパっちゃったっつって、で合体して次激アツの展開が待ってるっていう。そう、本当面白い。そこが先が見えないっていいですね。そうそうそう、最高、うん。でも予測できない台って面白いですよね。ワクワクできるんだよ、その分ね。でね、もう疑似連とかもね、あれよあれよと疑似さんまで行って、あれなんか今禁煙室出たんじゃないのみたいな、そういうのとかも出
通のなんか保留変化がいっぱいある台よりは全然あのびっくりできるんでね。さあハッチどうなの今、まだ大丈夫？今16連チャン中です。16連、早っ、すごいね。いやただ回転が速くてそわそわしっぱなしなんですよ、さっきから。なるほどね、落ち着かないんですよ。ここ越えたらチャンスですけど、あーいかないか。ボタンで壁、あー普通、あやばい、終わる。ハッチ終わっちゃう？終わっちゃう、残り8回転です。あやばい。何が起こった？やったぜ。キュインキュインって聞こえたけど。やったぜ、言うてますけど。え、待って、え、待って、え、なんか出てた？なんか出てた今。何？リアンのアニメリッチで当たりました。え、マジか。何にも出てなかったと思う。え？だってね、着ぐるみとかバニーガールとか何も出てないと思う。え、何？なんかあった？いや、超びっくり当たりじゃん。びっくりしたんだけど。いや、素晴らしい。え、わかんない。なんか見逃したのかな、私。え、怖い怖い。こういうことでもあるんです。あるの。いや、ほんとこういうところはほんと最高に面白いですよ。ただ、八図柄なんで、いや、4ラウンドですね。16連チャンで終わってしまいました。十分だよ。あーもう20いかなかったっす。いやもう十分だよ。いや十分十分、よくやった。それこそその20って言っちゃったからなんか大したことないみたいになった。本当に言った通りになっちゃったよ。本当にだってさ、10って言ったらよかったね。平均10でそれをさ6回も超えてんだからさ、すごいよ。十分でしょ。よかった、よくやった。ハッチありがとうございます。上に行くとチャンス、ザルパトリーチですね。ちゃんとさせれば渡りっていう、これチャンスですもん、達成時点で。あとはボタンのチャンスアップがあれば熱い。あ、普通だけど、あ、当たった、いけました、やったぜ、いきました。結構何でも当たります。何ものチャンスアップなくても当たってくれるとこが SC 中の魅力かな。あ、SC 中ね。はい、5回のデーサポなんで ST の6回転を引いた19回の時点ですね。結構何も来ないです。もうこの結構本当高速で終わる、一瞬で終わる、本当に。もう残り5だもん。そこでもさ、緑保留来てって感じだよね。そうですね、なんかしらね。で、そう結構なんかしら置こうと、その時点で大チャンスなんで、とにかくリーチ、あとパルケーラとかさ、ね、あの辺だね、パルケーラね。さあ一瞬で終わりましたね。30秒ぐらいで終わったんじゃないかっていうぐらい一瞬。世界最速の時短。それ本当海より速いと思う。なんかもう体感的に。あー、カオルだ、カオル。結構いいのに変えてくれるんじゃない？ほらーガロケになった。タイトル黄金騎士 50% ぐらいありますからね。しまったら、これ新演出のザルバ契約チャンス、これに発展した時点で結構チャンスも 50% 近くありますから、これ成功したら、トンジキ SP ですね。失敗でも漆黒ガロー行きますね。あるぞ、これは。この後ピキピキピキさん、あら、いい音するか、なんかいい音、いい音、いい音するか。この完成するときにこうバトランプが鳴る、一発告知が鳴るときもあります。今回このランプついてるんでね、バトランプ、まあ、出るだけで、まあ、単独で言うとまあ 70% ぐらいあります。でアンドラガオ、アンドラガオも信頼度上がってるんで、アンドラ上等上等、いいです、いいです。
プルプルないです。白、白1回。あれ、リーチ発展したからやばいぞ。怖いけど、まだ予告はされてる。お願いします。やった。よし、聞こえた聞こえた。ありがとうございます。いい音聞こえた。いいです。このやっぱバイブ最高。やったぜ。早いっすね。ありがとうございます。まだ持ち玉でした。危ない。早い早い。オッケーオッケー。よかった。追加投資なしで行きました。あ、バイブしてます。あ、これ昇格で6ラウンド。6ラウンド以上が決定しました。ちょっと2万円目入れるわ。いい、いってらっしゃい。帰ってくる帰ってくる。パンダ入れするわ。それご入り役ありそう。そうね、パンダ入れで入れると40% ぐらいで当たります。結構確率高くないですか、40って。いや、あの理論値変わんないよっていうことを言いたかっただけ。いや、私も言うてもだって600個ちょっとしかないですからね。そうか、投資1万ぐらい。そうです、1万円ぴったりぴったりか。ってことはみんなの投資がだいたい5000、6000、7000ぐらいかな今のとこ。1万あれ、ハッチが今投資が5500円です。うん、そしたらやっぱ俺が1万1000円だから、やっぱ俺当てるしかねえなこれな。ね、ミドルで当たったらでかいですよ。これで当てて3連チャンぐらいすればちょっとだいぶいいんじゃない。はい、持ち玉1500発になっちゃいました。やばいな、ハッチ自体あれじゃない、マイナスじゃない。実は5500円だもんね。はい、マイナス駅行くね。もうマイナス駅行っちゃうんだ。みんな負けるパターンあるでこれ今日。やばい、それだけは嫌だ。一人も食べれないってやつ、新ルールも適用せず。やばいっす、それは。それだけはマジで、それやばくない。だってなんで新ルールに適用したかっていうと、もう負けすぎてて前半ボコボコ大作戦が。うん、だからそのせっかくご褒美のお店でお店の人がこう用意してくれて紹介せずに終わるっていう、そうですよね、食レポもなしで終わるっていうのがやっぱりね、悲しいっていうことも理由にあったんですよ、ぶっちゃけると。うん、でもこれこのままいくと恐れていた言葉になっちゃうね。このまま本当に投資かさむようだったら、私はアマネジから移動することもちょっと考えてます。そうだね、はい。ちょっと食べたい食べたい本当にお腹空いた。そうなんですよ、本当にお腹空いてる。そうの、あれ正直今までに結構嘘ついてたけど言っちゃうんだから、うん、マジでお腹空いた。本当に今日食べたい。やばい今日本当、ね、日本撮りだからね、この後の収録。そうか、お腹もし今回ご褒美食べれたらね、絶対お腹空いてないんですけど、まあでもオープニングでお腹空いたってでも一応言ってます。大事なことは大事なことだな。ということで今回はここまで。全員が大当たりするが、さだまはマイナス。まだまだ逆転できるぞ。ポコポコ大作戦、次回もお楽しみに。